こちらですか。はい、あ、こちらにですか。じゃあこれを取りますよ。お、え、あー、かわいそう、耳だけ出てる。ほんとだ。ここに、あれ、あ、かわいい、隠れキャラのやな。ほんとどこにいるか、これわからないよね。かわいい、かわいい、あー、あー、君はかわいい、またすごい大きいね。思ってたよりトラジですよね。トラジです。トラジ思ってたより大きいよ。うわー、やっぱり触っても大丈夫ですかね。大丈夫です。トラジ触ってもいい？あ、降りて降りて。トラジ、お、すごい。危ない危ない。抱っこしていい？抱っこしていい？抱っこしていい？トラジ。うわー、でっかいね。ん？はじめまして。はじめまして。あなた大きいね。思ってたより大きかった。大きかった。前野さんも可愛い猫たちに夢中です。猫ちゃんはいらっしゃいましたし、ワンちゃんたちはどちらかにいらっしゃるんですか。あちらの方に。あちらの方にワンちゃんいらっしゃるんですか。ワンちゃん。じゃあワンちゃんにもお会いして。お会いしたいですね。ここで。いらっしゃるかな。あー、小雪だ。豆は来るかな。豆来るかな。あらら、あいちゃん行っちゃうぞ。怖がらないといいですけど。あいかちゃん、匂い嗅いでいただいていいかしら。こんにちは、悪さはしないよ。あ、小豆、豆、豆、あ、豆、豆、豆、かわいい。あ、来た、初めまして。近いね、近いね。失礼します。はい、私はあなたがちっちゃい時は知ってますよ。ないい匂いだね、ふわふわだ。まめちゃん、うん、おとなしいですね、うん、おまめはおとなしい、いい子だね、濃く言ってるね。あと意外としすっかりメロメロのスアレさん、思わず自撮り。あら、かわいい。ほら、ふわふわだよ、あなた。ゆきちゃん、ちょっと迷惑かもしれないけど、思い出作り。また自撮り。俺すごくいい顔してない？今してますね。なんかときめいてますね。かわいい。かわいい。でもじゃああとは前野くん、あのいい感じで締めてもらっていいかしら。いいかしら。かわいいですね。ということでね、ゼフィールさんで諏訪部さんの新たな一面を、見られたということで、私後輩前野としても非常に感慨深いものが、自分で開けちゃってると思う。こんな滅多に見えない諏訪部さんのあのショットで、前野くん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 、はい、はい、初めまして、初めまして、これ来ています。はい、こんなにアフレコが下手くそなのは諏訪部さん初めて見ました。アドリブが効きません。聞きません。ここで社長から諏訪部さんに嬉しいサプライズ。これちょっとサプライズプレゼントなんですけど、はい、このジャックナイフゼロ。おお、すごい。何これ。参上ということで、ぜひプレゼントで。ちょっと待ってくださいね。これはすごい展開ですね、これね。お持ちいただきたいなと思って。こちらですか。はい、いいんですか。はい、どうぞ。うわ、すごい。カスタムメイドで。本当だ。もうこれはもうじゃあ世界に一つしかない。そうですね。うわ、すごい。ちゃんとなんか裏地も、なんかもうすごいぶっちぎり感、ぶっこみ感半端ない。なんかあの特攻服みたいな感じ。ちょっとやりそうですね。いやいや、うわ、すげえ。チームブラックじゃなくて、そしてリーダーが参上です。あ、おお。これがチームブラックの表現です。マルさん、ちょっと持ってもらっていいですか。すいません。あ、あ、なるほど。喧嘩上等です。お揃いみたいな感じだ。はい、お揃いです。やった。しかも青だし、嬉しい。わあ、本当だ。やった。風神雷神みたいな感じで。かわいい。でもおとなしいですね、うん、うちの子ほら配色一緒だからね、ブラックタンで、ね、なるほど。うちの子はなかなか抱っこされないんですけどね。本当ですか。やっぱり慣れてらっしゃる、ね、ありがとう、嬉しいね。まあ女性ですしね、うん、そう、優しくね、優しく、そうそうそう、女性の扱いにはたけてらっしゃる。前野くんを置いてきぼりにしちゃって申し訳ない。前野くんも抱っこしてやろうか。いや、だいや、してくださるならしてもらいませんか。可愛すぎるモデルさんたちに癒されて、諏訪部さん大満足。メロメロな姿が見られました。ゼフィールさん、
ありがとうございました。